馬車。馬車とは、人を乗せたり、荷物を運搬する、馬などに引かせる車である。馬だけでなく、ロバやラバなどに引かせることもある。現在は、世界的に自動車にとって変わられつつあるが、インドや、北、アフリカ、東欧の一部や、中国の奥地など、農業の機械化が進展していない国や、地域の農村部では、現在でも入馬車を、日常的に見ることができる。 馬車がいつ、どこで発明されたか明らかではないが、インダス文明の遺跡であるハラッパーからは、輪だちがある道路跡が発掘されている。紀元前2800年から2700年の古代、メソポタミアの遺跡から、馬車の粘土模型が発掘されている。この模型は二頭縦二輪の戦車、チャリオットであった。戦車は古代オリエント世界と古代中国の将。 銀の墳墓から戦車と馬の骨が多数湿度から、周時代などで広く用いられた。紀元前3000年頃の青銅器時代に、頃の原理から車輪が生まれ、それが紀元前2000年頃の鉄の発明と結びついて、組み立て車輪の馬車が誕生した。古代ローマでは戦闘用として戦車が用いられたほか、娯楽として戦車競争が盛んに行われた。 現在のローマ市にあるナボーナ広場は当時の戦車競技場の跡地であり、広場全体の形が当時の競技場のまま残されている。映画、ベンハーで描かれた戦車競技がよく知られている。また、古代ローマの帝盛期には、帝国全土に張り巡らされたローマ街道を用いた郵便馬車制度が整備された。この郵便馬車は四輪であった。ローマ帝国が衰退すると、 間のの道路網の整備が行き届かなくなくり、馬車の発展を妨げた。14世紀のハンガリーでは、紐や鎖で座席を吊り下げた喧嘩式の馬車が登場し、17世紀にはバネによるサスペンションを備えた馬車が登場した。16世紀後半にはヨーロッパ諸宮廷において馬車の使用が新しい流行として広まり、同世紀末までに馬車は、 貴族階級の主要内道手段となり、宮廷儀例においても馬車が重要な役割を果たすよう、なった。こうした馬車の急速な普及により、馬車のための諸設備が必要となり、建築や都市計画にも影響を与えていった。1625年、ロンドンに辻馬車が登場。ほどなく、パリにも登場している。辻馬車は、走行時間によって料金が設定されていたが、 19世紀にはメーターが導入されたことにより走行距離によって料金が示されるようになる。このシステムはタクシーに引き継がれた。1662年、ブレイズ・パスカルはパリで乗り合い馬車、ゴー・ソルの馬車を創業する。これは現代のバスに相当するもので、世界初の都市における陸上公共交通機関とされる安価で正確な運行により、 好評を博した。18世紀に入るとヨーロッパの主要都市間を結ぶ駅馬車が整備されてくる。例えばパリリヨン間の駅馬車であるディリジェンスは夏は5日、冬なら6日で両都市間を結んだ。19世紀に馬を動力として鉄道を走る馬車鉄道が発明された。しかし蒸気機関車が発明されたことから馬車鉄道は衰退した。 蒸気機関車発明後もどこでも自由に移動できる馬車はヨーロッパの支部で盛んに利用された。また、19世紀のパリでは昼は二人乗りの二輪馬車、夜は箱型四輪馬車を所有することが富裕層のステータスでもあり、悪路の多いパリでは衣服を汚さない馬車の利用が上流階級の証だった。イギリスでは辻馬車であるハックニー・キャリッジのうち、 エンジンで走行するものは、車体が黒色に塗られており、一般に、ブラックキャブと呼ばれていた。現在では、ロンドンタクシーの通称ともなっている。またアメリカ合衆国では、西部開拓が、盛んになり、開拓民は、滅場車体を組んで西部に向け移住していったが、その後、馬車の車体を改造し、蒸気機関を搭載した、蒸気自動車やガソリン等を燃料にした人を、 搭載した自動車が発明されたことにより、馬車は陸上交通機関の主役の座を奪われ、急速に衰退していった。アメリカ合衆国のアーミッシュはその協議、信念によって自動車を運転しないため、現在も馬車を実用的な交通機関として使っている。米国の同行法に違反しないよう、方向指示器などを取り付けている。 馬車の形状や用途ごとに次のような分類がされることがある。ただし、厳密な分類体系があるというわけではなく、一部は重なる。バギー、カブリオレ、クーペ、ワゴンなど自動車の分類に引き継がれた故障もある。ヨーロッパでは8世紀から19世紀に馬車の馬の護衛犬としてグレートデンと、ダルメシアンが使用された。日本には牛を用いた牛車は、 近世期でも使われていたものの、馬の引く車は明治時代まで存在しなかった。1869年から東京横浜間を乗客輸送用として乗り合い馬車の営業を開始させたのを機に馬車が及ぼし、日本各地で広まり、農業や資材輸送、軍事など各分野で重量物の輸送に広く使われた。明治13年12月には、 馬車取締り規則が作られ、乗り合い馬車は1匹立て6人、2匹立て10人までと乗車制限が設けられた。明治15年にはレールの上を馬車が走る馬車鉄道が東京で始まり、電気による鉄道が普及する以前の交通機関として地方でも広く普及した。急に本陸軍では終戦まで機械化が進まず、補給や大砲の牽引に多くの馬を使用した。 陸軍では明治三十六年に軍用に馬車の規格を統一し三十六式市聴者として正式化した。これは馬一頭で引くもので荷物の積載量1.5トン、速度4.5キロメートルと人間の歩く速度並みであった。現在では馬車は基本的に自動車にとって変わられたのであえて使われる場面は限られていて一つは儀礼的な行事である。 現代でも、王皇族の結婚式では馬車によるパレードで使われる。また、日本においては、各国から来日した特命全権大使等は、新任情報提式のための三大に際して、明治生命館前から宮殿南車寄せまでの大通りを、宮内庁が差し使わず、偽装馬車か自動車どちらかに乗りて移動する。ほとんどの大使は、騎馬の皇宮護衛官や、 警視庁警察官によって警護されて馬車に乗って移動することを希望している。新任情報定式の際の馬車列、宮内庁 HP また、鳥取砂丘などの観光客向けの乗り物としても、ロバのパン屋で子供たちを魅了するためにも使われている。馬車は軽車両として扱われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。